私が誰かわかるかな。5歳の時にバイオリンを習い始め、特にモーツァルトの曲が好きでした。靴下に穴が開くのが嫌なので、靴下は絶対に履きません。9歳の時にピタゴラスの定理の存在を知り、自力で証明することに成功しました。12歳の時に叔父からユークリッド幾何学の本をもらい、夢中で読みました。この頃微分積分も独学で習得しました。暗記することが苦手で、得意科目と苦手科目の差が激しかったです。自分の興味があることにのみ力を注ぎ、総合得点が足りず大学受験は失敗しましたが、数学と物理が最高得点だったので、条件付きで大学に入学できました。26歳の時、高量子仮説、ブラウン運動の理論、特殊相対性理論の論文を発表し、その2年後、後の一般相対論の基礎となるアイディアを考案しました。もうお分かりですね。そう、私はアルベルト・アインシュタインです。3月14日、私アルベルト・アインシュタインの誕生日です。自分で紹介するのも恥ずかしいですが、私の功績で最も知られているであろう2つの理論を少しだけご紹介します。28歳の時に思いついたの、すごくない？相対性理論のおかげで、地上での時間と早く動く人工衛星での時間との間に生じる誤差を修正することが可能になり、さらに重力の影響なども考慮するために相対性理論が使われている。このため正確な位置を知ることができるのです。これすごくない？ノーベル物理学賞を受賞。ちょっとすごくない？光電効果は夕暮れに点灯する街灯、カメラの CCD、CMOS イメージセンサー、太陽光電池への応用が知られているぞ。すごいと思ったかな？でも決して私に特別な才能はないと思っている。ただ単に私は人よりも情熱的に好奇心があるだけだ。おっと、また名言を残してしまった。テヘペロ。